どうも、お酒はわたちになってかませんです。こんばんは。2023年3月28日でございます。セブンイレブンサントリーザ・ブリュー 75% 糖質オフでございます。飲んでおります。はい、いきますか。ソットの品第三国志でございます。X1048 決事法的4日目が終了いたしました。お疲れ様です。今回はね、シェンロンさんでお世話になってるんですけれども、スターダです。スターダ報告でございます。はい、まあ初日はね、あの仕事休みでバチコリやりましたが、2日目3日目はねプチ旅行に行きまして、私、広島県に住んでるんですが、広島市内にね、行きました。3年ぶりですよ。3年ぶり。職業柄、なかなかね、まあコロナ、感染リスクも考えてですね、行けなかったんですけど、満を持して、今ね、ちょうど感染者少ないので行ってまいりました。いや、懐かしかったなぁ。はい。ただね、人の多さにびっくりしました。広島市内ってこんなに人がいたっけっていうくらいね、ちょっと驚きでしたね。広島、駅建て替え中でして、あとサッカースタジアムもね、今建築しておりましたし、いやー盛り上がってるなーというところで、で25日の夜にね向かったんですけど、で行って、もういろいろ行きたかったんだね。お店2店舗をはしごして、はい、あと寿司三昧もね翌日に行って、で三越でね、なんか小さな世界っていうミニチュアみたいな、こんなアート展みたいなんですかね、やってまして、いやそこもすごかったんですよ。もうね、チケット買うのもね何十人っていたし、もう入り口入場するのもね何十人と、あんまり僕行列ね並ばないんですけど、まあそれ目的もあったんでね、行ってきました。満喫して帰ってきました。ありがとうございます。そんな中ね、スターダーちょこちょこやっておりました。ありがとうございます。まあ、奉公人のね、システムが入りまして、どうかなというところで、いろんな人にね、ちょっと意見見ながら、今回のね、このスタダー、奉公人システム、評価していきたいと思います。まあ、結果から言うとですね、僕はね、好きです、このシステム。めんどくさいんですよ、いろいろ。奉公人をね、配置したりするのはめんどくさいんですけど、一応自動採集もありますし、何よりね、自分の欲しい資源をちゃんとね、調整できるっていうところ。そしてこれ多分、僕はね、今回たまたますっごいいい地に生まれたんですよ。東と西がちょうど NPC のお城があるので、開発土地には出資をしないのでね、誰もいないと。誰もいないみたいな、周りにね。ありがたいところに生まれたんですけども、まあ、過密しててもこの4土地とか取ってしまえばですね、4土地50、はい、4土地さえ取ってしまえば、方向に1人配置することで1680、これはね、5土地以上ね、収入があるというところで、でかい。でかいです。で、5土地さえ1個取ってしまえばですね、これ、備蓄量80万あって、1時間あたり4800ももらえるというところで、まあこれ鉄の場合ですけどね。これはかなりね、スタダに影響しました。はい。私の中で多分自身最速白7。2日目とちょっとで多分、白7まで行けました。例えば極端な話、今方向に私はまあ15ですけども、交渉を上げてね、今15人ですけども、今の状態で、例えばですよ。例えば、5土地。ね、5土地。10人配置すると、1時間あたり、まあ5万ぐらい入るわけですよ。5万ぐらい。石の場合ですと、4万8000ですかね。10人配置すると4万8000ですよ。はい。ですので、6時間もあれば、白7の必要な、石をね、ゲットできます。もちろん備蓄量があるので、ただ80万あるんでね。うん。まあその後、まあ必要な、例えば27万なもんでした。5200でした。貯まればその後ね、4土地に切り替えてもいいわけですから。集中的にこう、資源をね、ゲットできるっていうのは相当でかいので、本当にマジガチであれば、
まあ、爆走級爆走ほどまあリスク、なんか爆走もできるみたいですけど、僕初めてやったことないんですよ、爆走は。やったことないんですけども、倉庫を本当に上げ切ったら、もう即資源溜まります。一瞬で。なので、この方向にシステムね、ちょっとまあめんどくさい部分もあるけれども、過密なところとか、そういうスタダに関しては非常にいいかなと思いますし、資源もね、本当に調整しやすいと。自分の持ってない資源とかを瞬間的に高めたりすることもできて、うん、いいかなと思いました。ただ、評価とするにはまだ早くて、枯渇ですね。どれぐらいのペースでこれから、ね、このサーバーにある人がたくさん方向にをね、さらに増やして、例えば40人までマックス行った時にね、まあ、どれくらいのペースで枯渇していくのかとか、最終的に本当もう土地がどこにもねえっていうことになるのかどうかっていうのはね、気になるところでございます。ただまあ開発がありますからね、今回開発ありますし、もちろん軍公園から、軍公園もありますから。そう簡単にね、完全枯渇にはならないかなと思います。ただ、そういった部分のリスクを考えてですね、分譲を増やしていくとか、ね、そういった部分は意識していってもいいかなと思います。最低確保できる、資源数っていうの、多分5万なら5万みたいなところを設定してですね、向上してのボーナス、あと、武勲資源、ね、分譲の資源、分譲主上の、施設の資源ですね。とか、まあ、計算しながらやったらいいかなと思います。はい。で、さっき言った開発ですね。はい。僕、4土地、最初これね、近くに鉄がなかったんで、少なかったんで、4土地取ってここ、採取しようかなと思ったんですが、ですがね、よくよく考えてみると、この開発可能な資源をですね、4土地で12万枯渇してしまったら、非常にもったいない。非常にもったいないというところを感じています。というのも、これ、備蓄量12万なんですけど、4土地といえば、これ、開発すれば7土地になるんですよね。7土地になる。で鉄を取らないでいくと、179万で備蓄量が。ね、179万で、6401時間。これ見るとですね、明らかですよね。150万もね、150万違うんですよ。なので、これは僕、生まれたところ良かったんですけど、かといって開発土地を取ってそこをね、4土地とかの資源をちょっと採取したらこれはいかんぞというところで、はい、まあ、恵まれてるんで5土地とかね、いっぱいあったので、そっちから採取してますけど、これはやっぱり、ちゃんと開発してね、レベルを上げて、採取していかないと非常にもったいないことになるかなと思います。はい、それと資源枯渇に関して、まあ、産地がね、今回あるんですけど、まあ、これはね、私の見解なんですけどもね、最初はまあ出生してこの周りを取っていきますけど、産地とか入ればもう産地とか優先してガンガン取っていく。予習、要習、演習とか入ったらそっちを優先してガンガン取っていく方が僕はいいかなと個人的に思います。というのも、結局そこで戦いが始まってめくられた場合、まだそれ資源取られちゃうんですよね。うん、確保、資源を与えてしまうので、なるべく前線から、もうとにかく前線から、みんなで、方向に使って、資源を確保していって、枯渇させていく。そしたら攻められた場合でも、資源は少なくとも与えられないので、前線から取っていった方が僕はいいと思うんですけど、これなんか意見あったら教えてください。はい、そして私の現状は、6分譲で、6土地も取って、6分譲を立ってるという状況でございます。一軍です。今回一軍も、相も変わらず今回ですね、大事、侵略、両毛でやりました。良かったですね。非常に良かったです。で、最初4土地は1回2回事故ったけど、その後はもう OK。事故 B なし。で、5土地も1回ぐらい事故ったかな。でもあとはほぼ事故らず来てるんじゃないかなと思います。なんか新兵使ったのか、新兵、前期も新兵使ったかな、まあ新兵使ってやっぱり最大限ね、白衣とこのダメージを上げて、両門のね、で、対峙時、先空プラス、追撃2つでガッツリ、抜いていくみたいな感じです。6土地は一発で成功ですね。でも多少事故る。特に事故るのは、こいつっす。こいつ。加工号ですね。加工号と閣下と、姫です。これね、こればっかりいるんだ、ここ。
ここもね、今日1枚目、これ。これなんですよね。これ偵察した、これまたいる。これ嫌いなんですよね。こうやって硬いしね。まあ、あったんですけど、まあ、6土地もぼちぼち、6個くらい取ってるのかな。5、6個取ってて。勢力値は、ですので、スタダで、48時間で3000ぐらいですかね。まあ、4日目で6000ぐらいというところで、まあ、ここ最近で一番いい、ほんと前期はもう大同盟が同じ州に入ってしまって、即枯渇と。まあ、生まれたところは良かったんですけどね、ぼちぼち。即枯渇でしたし、まあ、開発なかったんでね、しんどかったです。それで、その前、飛燕にいた時は、マジ、周りが全部囲まれて、一時期ね、100人、最初の100人のうち、勢力値最下位でしたけども、2000もなかったのかな。ただ、すぐね、3城か4城のもう、開発権をゲットして、開発権、貴族権をゲットしてですね、そこからまあ巻き返せたっていうのもあるんですけど、はい。ということで、まあまあ、いつも通りですね。いつも通りな感じですよ、これは。はい。というところで、まあ、ただね、他の、うちの同盟員のメンバーはね、しんどい人、多分、すごいしんどい人、たくさんいるて、今、同盟員でどうね、資源を分け合って、そして、いかに早く産地に入ってみた、資源種入ってみたところでね、みんなでこう、共有してですね、情報を、そして、底上げできるか。みんな勢力値とかね、レベリングできるかどうかっていうところでございます。ちなみに僕一応31か。31ですね。はい。31です。ぼちぼちでしょう。意思集中させたらね、兵も結構ね、ポポポって上げれるんで、奉公人で、うん。いいっすよ、俺は。うん。奉公人は。俺は嫌いじゃない。常設素人までは偉いけど。まあ今後ね、方向に48人、48まで行けるので、そうなった時ね、どこまでこう、資源の奪い合いというか、枯渇するのかだけはちょっとね、注視していきたいと思います。はい、ということで、今回もなかなか、いつも通りのね、スターダー、やれたというところでございます。はい、お酒は立ち上げませんでした。